夜の沖縄の最終動画、もう第何弾か分かりませんけれどもね、今日は夜の虫を探しに森に来ています。またイグルーがめちゃめちゃでかい大ゲージを見つけました。いやすごい立派だねこれね、見て、すごかったね今ブリブリっすね、ブリブリザイモンだな。ん、なんか直視類の虫を発見。なんか強い虫かな、わかんないけどかっこいいですね。なんかトゲトゲでかっこいい七節がいます。なんだろう、トゲ七節っていうの。かっこいいね。カマキリです。なんだろう、何かまだろうね。すごい擬態してるけど、なんかこいつは拉致しましょう。擬態できてないよ。かわいいですね。オカガニかな、なんだろう、紫色だから紫オカガニとか。オカガニもね、沖縄に6種類ぐらいいてね、ちょっと俺はどれがどのオカガニか完全に見分けがつけられてない状態です。木をひっくり返したらシロアリがたくさん出てきました。うちのペットの餌にちょうどいいのでテイクアウトしたいと思います。この皮ごと入れるか。メクラヘビとかね、ヤイヤマサソリとかね、その辺のやつらがシロアリ食べるんでね、いくらあっても足りないです。またイグルーがカマキリを見つけてくれました。おっきいね、このサイズでまだ幼虫なんだね、羽が生えてないから。そうですね。なんだろう、この子も拉致します。カマキリ大好きおじさん。細いタイプの七節。この七節はね、いっぱいいますね沖縄はね。またカマキリがいました。さっきまでね、腕を折りたたんでたんですけど、風が吹いたとたん、こうやって腕をね、伸ばしてね、棒に、枝に擬態してます。さっきイグルが捕まえたのと同じカマキリかな。草的に多分同じじゃないですか。ね。拉致します。でかいムカデ、めちゃめちゃでかいムカデいる。でほっ、あれでしょ。こいつ20センチくらいなんじゃないの、めちゃめちゃでかい。わ、川手を噛もうとしてる。でもさすがに川手は貫通できないはず。でーかっ、やばいねこれ。ペルビアン。ペルビアンですよこれは。拉致します。ほんとにすごい大きさ。おお、見てここまであるの、長さ。力もすごい強い。あ、そしてほら、噛もうとしてる。さすがに刺さんねえよな。怖いわこれ。うわ、日本に、日本にこんなサイズのムカデいるんですよ。やばくない？クソでけえミミズを手に入れました。ちょっと青く虹色に光ってて美しい。これ何ミミズっつうの？ヤンバルオオフトミミズ、へえ、でかいな。琉球アオヘビのメインディッシュ、うん、あ、そうなんだ。これ食ってるからあんなムチムチでぶっといヘビなんですよ。へえ、じゃあイグルンチの青ヘビに食わしてみよう。ですね。たまの貴重な栄養素ですね。2匹。あ、こんなとこにモクズガニが落ちてます。そしてさらにね、あれ？こっちもいたんだけど。ヘラガエビが路上を歩いてます。ザリガニみたいなことすんな、お前。本人かな？あ、早い、意外と早い。ゴキブリみてえだな、なんか。早いってキモいな。はい、というわけでね、こちらの巨大ムカデは家に持ち帰って飼育してるわけですけども、マジででかいですね。このサイズだから本当に20センチぐらいあるな、これな。人間のこの手をこうやって伸ばした時、大体20センチくらいらしいから、まあちょっと曲がってこのサイズなんで20あるでしょうね。餌はレッドローチを与えてます。日本のムカデでもこんだけでかいと本当にかっ
っこいいですね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。今後こちらのムカデにね、今後こちらのムカデにもね、餌やりする動画なんか出していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。